ago that never fade away. And I remember your face. When you hit the ground, I can recall the time and place. On a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old. Back to the days when all the things we knew were made of gold. 皆さんこんにちは。聖パウロ修道会の山内神父です。修道会の人間なんですけれども、午前中は関空の事務の仕事をしていまして、午後からは家庭の友というカトリックの雑誌の編集の担当をしております。午前と午後ちょっと仕事の内容違いますけれども、聖パウロ会という修道会の中で生活して、また共同生活を送りながら普段生活しております。時々日曜日などには教会のお手伝いをさせていただいたりもしております。さて今日はこのどう違うのかという一つのプログラムですけれども、それぞれの違いについて私なりに答えることができればと思っています。最初に修道院と教会というのはどんなふうに違うのか。教会というと大体日本の場合で考えると、日本に16の教区があって、それぞれの教区の中に、教会があります。教会は大体この教区の司教様の管轄のもとにあって、そして教会が運営されています。それに対して修道会はどうなのかというと、修道院の方ですけれども、それぞれに、共同生活を送っていて、締結精品従順の生活を送り、そして、共同生活を行っているんですけれども、その修道院は、一つの地域にあるだけではなくて、他の県にあったり、そしてこの活動したりしています。活動内容も教育活動であったり、社会福祉であったり、私たちのように、マスコミを通しての宣教活動をしている、そういう会があります。そういう意味で教会で働くも、教会の場合には特に主牧活動とか信徒と触れ合う機会は多いんですけれども、修道院の場合はそういうふうに人職活動というのがあるので、どちらかというと信徒だけではなくて一般の人と出会ったり、また修道院の中で静かに祈ったりとか、そういうふうなところがあります。そういう意味でこう接する対象が若干違っていたりする時というのもあったりします。さて修道院と修道会、どういうふうにこう違うのか。先に修道会というと、日本には例えば女子の会で120ぐらいあるでしょうか。そして男子の場合でも50ぐらい日本にはあると思います。修道会はそれぞれこのカリスマがありますので、例えば教育活動をしたり、あるいは福祉活動をしたり、そしてまた社会のためにこう事前授業を行ったり、私たちのように社会的コミュニケーションの手段を使って宣教する、そういう会があります。同じ働きではなくて、それぞれの創立者のカリスマに基づいて宣教活動をそれぞれ行っているし、また使徒会とかカルメル会とか、そういった会のように乾燥生活を通して修道院の中で祈って奉仕する、そういう会もあります。そういうふうに会としてこのカリスマの姿があるわけなんですけれども、修道院の場合はその修道会の中にいろんなこの地域にそれぞれの会のカリスマを生きている修道院があります。小さな共同体もあるし、
20人30人の場合によっては50人ぐらいの大きな共同体もあります。そういうふうに修道会の場合は会全体そういうものも含むし、修道院ってなるとその修道会の一つの共同体、そういったふうにちょっとこの言い方が違ってくるかなと思います。神父と牧師の違いですけれども、神父の場合はよくカトリックの方で使われたりします。牧師の方は、プロテスタントの先生たちによく使われたりします。神父の場合は生涯独身という生活で行っていきますけれども、牧師さんの場合は家庭を持っておられる方もいらっしゃいます。そういう意味で神父の場合はカトリック教会、そして牧師の場合はプロテスタントの教会の場合、そういうふうにこの違いがあります。司祭と修道士というのはどういうふうに違うのか。司祭は、神学院で勉強をし、そして司教によって、除会されていきます。毎日ミサを捧げたり、そしてまたいろんな儀式を司式したりいたします。それに対して修道士というのは、一番こう分かりやすいのは、シスターの男性版、一生涯修道院で保健生活を送り、そして、修道士の場合は男子ですけれども、このそれぞれの会に与えられたカリスマ使命を忠実に行っていくものです。修道士の場合は締結聖品従順の誓願を立てます。修道司祭の場合も締結聖品従順の誓願を立てますけれども、その大きな司祭と修道士の違いとして、ミサをするかしないか、そこには大きな違いがあります。司祭の場合には除会によってミサを行ったりしますけれども、修道士の場合はミサを司式するということはありません。でも立場としては修道会の場合には同じ立場として扱われております。私なりに回答させていただいたんですけれども、ご視聴いただきありがとうございました。いやいや難しいことです。